こんにちは。ご機嫌救世カウンセラーの馬車隆代です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。ご機嫌救世を使ってみんなで幸せになりましょう。皆さんが毎日ご機嫌で過ごせるように動画を配信しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では本日は2021年2月3日から3月4日までの七赤金星さんの運気についてお話をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。では七赤金星さんというのはですね、とても社交的で、組織の中でね力を発揮する方が多いと言われているんですけれども、七赤金星さんの2月の運気は金運や社交運が飛び抜けていいというね運気になっています。ぜひねその運気を掴んでさらに運気アップしていけるようにアドバイスをしていきたいと思います。では七赤金星さんは2月3日から3月4日までこちらの位置にいます。でこちらの七赤金星さんの位置というのは収穫というね場所なんです。お金が入ってきたりだとかいろんなチャンスがね入ってくるというところなんですよね。でそこでとっても重要なのが、口というねキーワードがあって社交運、とても、饒舌にお話をできる、七赤金星さんが言葉を使って、仕事でも恋愛でも、周りの人とね、うまくコミュニケーションを取っていくために口っていうのはすごく、武器になるんですけれど、反対に、使いすぎるというかちょっとしたことで、その一言があだになるっていうことがあるので、そこはね、相手への配慮っていうことを忘れないようにしていただきたいと思います。例えば、仕事の面で営業さんとかね、いろんな人とこうお話をしている中でもうね収穫期だから結果が入ってきていろいろね自分にとっていい結果が出てくる時なんですが、余計な一言を言ってしまうことでそれが、問題に発展してしまったりすることがあるんですね。ですので、口は武器にはなるんですけれども、言い過ぎたりだとか、余計な一言を口付け加えることによって大きくねそれが半減してしまったりだとか不意になってしまったりするので気をつけていただきたいと思います。で金運はねとてもいいので収入も、増える可能性がありますし、いろいろね結果につながっていく可能性が高いと思います。で、その使い方なんですけれども、循環させることが重要なので溜め込むっていうのはあんまりね、次入ってくることも、止めてしまいますのでおすすめはしないんですけれども、使い方に、注意していただきたいのはやっぱ無駄遣いっていうのは結局後々自分のところにお金は入ってこないですよね。自分が使ったものが、また回り回って自分のところに帰ってくるためには無駄遣いっていうのは、しないようになさってください。で、七赤金星さんってね外食がとっても好きな人が多い、美食家が多いんですよね。で今はコロナ禍にあってなかなか外食ができないと思うんですよね。で本当は、外に行ってみんなとワイワイお話ししながら食事をするのがすごく好きなはずなんですね。ですが、そこに、今回はねストップがかかっていますので、ズームとかそういったものでオンラインでね皆さんと飲み会をするとかそういったのはいいかなと思います。ですが外に行けないから、いろいろ食べに行けないからって言ってネットでいろんなね、どうでもいいものを買ってしまったりとか、そういう使い方はねぜひ避けていただきたいと思います。で、やっぱりこう、食事飲食をね共にするっていうのは、コミュニケーションにとってはとってもいい影響を与えますよね。でそういったものにお金を使うのはいいんですけれど、実際対面では会うことができないので、オンラインを使ってもらうっていうのはいいことだと思います。ですが、それができないからといって、いろんな無駄なものを買い込んでしまったり使わないようなものを買ってしまったりしないように注意をなさってください。例えばですね、何か自分の、仕事に役立つ勉強をするためにちょっと大きなね教材を買う、高い高額な教材を買うとかね、そういったものは全然無駄遣いじゃないと思うんですよね。自分にしっかりリターンが返ってくるものですから、勉強しないといけないですけどね。はい。でもなんかね無駄に、そのまま消費して物がなくなってしまうものっていうものよりはしっかりと後からリターンが返ってくるようなものにお金を使って見られるようにしてください。
そしてまあね、外食したりとかいろんな人に会ってお話しするのが四赤金星さん大好きなんですけれども、コロナ禍にあってなかなかね緊急事態宣言ということで出ることができない、まあ、そんな時つまんないからゲームしようかなとか夜遅くまでねネットフリックス見るとかね、そんな風にして、時間を無駄に過ごすことも出てくるかもしれません。ですがせっかくのねこの幸運期にそうやって時間も無駄にするのはもったいないと思います。ですので、しっかりとね体力づくりをすることをお勧めしたいと思います。でちょっとした時間でも構いませんので、この出られない時期にこそね、運動する習慣をつけていただきたいと思います。で免疫力を上げるためにも少しね周りをウォーキングするとかっていうのもいいと思いますし、またお家でねストレッチとかね自分がリラックスできるような運動をしていただくというのもいいかと思います。運動習慣をね今のうちにつけておかれるといいと思います。まあ、生活習慣が乱れるとどうしてもね免疫力は下がると言われていますね。ですので、まあ、朝ね早くしっかり起きる、そして、夜はあんまり夜更かしせずに早めにお休みいただきたいと思います。そしてその間にはですねしっかり、運動をする習慣をつけていただくと、この今緊急事態宣言で出れない時こそ、反対にね追い風になるように体力をつけていけるんじゃないかなと思います。何事もねマイナス面だけ見てしまうとすごく閉塞的に感じると思うんですけれども、今これができないからこそじゃあ何をしようというふうに考えていただくことがやっぱり運気アップにつながっていきますので、ぜひ、体力づくりに励んでいただきたいと思います。では、最後までご覧いただきありがとうございます。次回は八白土星さんの2月の運気についてお話をしていきたいと思います。では毎日動画は配信しております。ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではさようなら。